遊戯王史上最強の電卓龍です。さあ本日なんですが、ザ・カリキュレーターというモンスター、皆さんはご存知でしょうか。このカードの攻撃力は自分フィールドのモンスターのレベルかける300になるというね、この最強の効果を持っております。でこのモンスターなんですが、今回ですね、このデッキのギミック自体はですね、あの謙虚なツモさんっていうね、あの天才デュエリストがいまして、その天才デュエリストがツイッターに投稿していたのをちょっとあのリスペクトさせていただいてるんですけども、このシフトアップというスキル、これあのキューピーマヨネーズの、新スキルなんですけども、一旦に一度自分のフィールド上に光属性モンスターが3体存在する場合、自分のフィールド上の全てのモンスターのレベルが短視力まで自分のフィールド上のに存在する最も高いレベルのモンスターと同じになる、まあ、つまり、まあ、8がいれば8になるし、まあ、10がいれば10になるしみたいな感じなんですけども、まあ、あのネオギャラクシーアイスとかを、ね、出すために使うスキルではあるんですけど、基本的には多分なんですけれども、今回はですね悪用していきたいと思います、このスキルを。レベルが要は8になると、全部が、8になるとね、ハサ24なんですよ。24にレベルが全部合計でが24になった場合って、カリキュレーターの打点7200になるんですよ。やばくないですか。脳筋でしょ。だからカリキュレーターの打点を7200にして殴るっていうだけです。今日はね、なのでどうやってやっていくかっていうと、霊道、これ召喚権が光属性のチューナーの召喚権が1回増えるよっていうのと、青眼あのパンプアップ、青眼を墓地送ってパンプアップするよっていう効果があるんですけども、これで霊道から乙女すると、召喚権を、余ってるんでカリキュレーター出せます。で乙女対象に取られると青眼出せるんで、霊道で対象に取って霊道、あ、じゃあ乙女青眼カリキュレーターっていう場面になるんですよ。でスキル使ったら、8になるんで、こいつの打点が7200になります。でエクシーズも一応8エクシーズできるんで一応入れてるんですけども、これなんでかっていうと、このシフトアップっていうね、このスキルね、エクストラデッキのモンスターがエクシーズモンスターのみじゃできないんですよ。なのでこうなるしかないです。シンクロモンスターとか入れられません。はい。しょうがないですね、これはね。でガーディアンオブオーダーとかね、これあの結構8エクシーズするのに有名なんだけども、光属性モンスターが2体以上存在すれば手札から特殊ができるレベル8ということで、これ多分ねネオギャラクシーとかあの実装されたら結構簡単に出せる8として注目されるんじゃないかなと思うんですけれども、まあこれのカードをね使ってね、あのいっぱい光属性を並べてシフトアップして電卓で殴っていくということです。でバックはこの辺でケアしていくっていう感じ、やっていきましょう。シフトアップデュエルスタンバイ。さあお相手の方、石津イシュタール来たー。ババア最近見なかったからな。でもこいつバランス持ってんだっけ。バランス持ってるの強いな。バランス持ってるキャラクター全部強がってるからね今。そして運営も図ったようにね、このなんかキューピーマヨネーズさんにあのバランスをよこしてるんで、セットはあ、はあ、あやべ、ちょっと待って、電話来た。これちょっとごめんなさい、ちょっと今忙しいっす。光の霊道発動からの、まあでも清掃あるからこれワンキルか、これワンキルできそうじゃねえ、これ癖何も光んねえな。光の霊道の効果、青き乙女を対象にとって乙女ちゃんの効果発動。これ乙女ね、青眼しか出せないんですけど、これ白き霊竜が出せたら強かったですね。で、ブルーアイズホワイトドラゴン出してきて、ペッて持ち送って、で電卓召喚、霊竜出さんくてもいいだろ、清掃あるし、ちょっと一回霊竜温存、シフトアップバル、急に7200、出会って5秒で7200きた、強すぎる。対戦ありがとうございました。初見殺しが過ぎるぞ。さあこれは一旦こうしして反応決まっているんだが、とりあえずこうしてこうだな。あでも霊道別にこれやるんだったらラス必要ないな、まあいいや。霊道する必要なかったら、まあいいや。さあセット、バンデットキースはちょっとな、わかんねえな、何のデッキ、バンデットキースさん何デッキなんでしょうかね。バンデットキースはあんまり見ないですね。バランス持ってんだっけこいつ。リスタートはあった気がするけど、あ、セプテホーリーライトニングブックス、スローネか、セプタースローネ、オッケー、セプタースローネ、はい、あ
あーなるほど、はい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 、なるほど。向こう攻撃1回無効にします、ブルーアイズ出します、レール、あーまあまあまあ、まあ、殴れないですね、殴れないやつ、1回霊道の効果使って対象に取ります、取りまして乙女ちゃん出しますと。さあブルーアイズホワイトドラゴンを持ってデッキから特殊召喚して、さあシンクロ召喚をするみたいな、ちょっと動きするよ。さあシンクロ召喚しようかなみたいな、まできないんですけどね、このデッキエクシーズモンスターしか入れちゃいけないんで。いけ、好きだぞ、シフトアップバトル、くたばれ、うわー、デッタクパンチ、じゃあ何、くそやりやがるぜ。これはまあでも殴りに行くしかないんだけど、殴りに行くしか、よし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 って、なんか破壊されるまあいいだろう、なんか破壊されるのはいいわ。これ何破壊するんだろう、あー電卓ね、なるほどね。よし、よくやった電卓、インチキドロー、いやなるほど、そういうスキルか、なるほど、電卓もう一枚電卓引いてくれてありがたいな、ま、青姫の乙女はね、対象に取られるか攻撃されると横になってブルーアイズを出すっていうね、効果があるんで、しかも手札デッキ墓地からね、なんで結構強いんで硬いんですよこいつ、ゼロゼロですけど、あとめっちゃ胸でかいっていう。でツインバレルドラゴンは、対象はどれだろう、ブルーアイズかなんかですかね、これブルーアイズしかないか、でもあそれなんだ、なるほど、効果そう。さあ青姫の乙女の効果によって対象に取られた場合に結集、はい、あーなるほどね、結集で、これデスペラードが一番きついけどね、デスペ入ってるのか知らんけど、まあでも結集入ってっか、入ってっか、さあ多分、あーまあフォートレスですよね、でブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚していく、さあ打点で、あーつやるね、やるね、まあでも打点で抜かれてないんで、まあデスペラードじゃなければ多分なんとかなるんですけど、デスペラードが一番やばいですね、はい、で自爆特攻するしかないと、でまたインチキドロー入ると、いやインチキドロー強いな、インチキドロー強すぎるだろ、ふざけんな、でドロ清掃、なるほど清掃か、清掃、じゃあバトルフェーズ入って、まああの伏せカードがちょっと結集とかだとちょっと嫌ですけど、まあとりあえずこうして、まあインセスとかサンブレとかそっち系のカード、はい、言った通りになるやつ、言った通りになるやつ、さあスローネを墓地に送っていくが、清掃でケアしていく、滅びのバーストストリーム、おしろ、さあインチキドロー、でもインチキドローってあれか、もうあれか、デュエル中1回だったんか、確かそういえばなんかそんな修正が、あブラックボンバー、ブラボン、いやそれは向こう、それは効果向こう、ねやばいの、なんだやばいの、いたっけ、汎用ランク7、デストロイ侍は打点で抜けない、あサイフレームか、サイフレーム、でもサイフレームでもまあそんなに、まあ、回答になってるかって言われるとなってない気がするけど、まあ一応サイフレームが一応めんどくさいですね。あブラックローズもだる、それだるいわ、それだる、激だる、ちょめっちゃいい勝負してんじゃん、おい電卓遅えよ、くんの電卓くんの遅えわ、レードあるんで一応中段引いて展開さえできればなんとかなると思うんだけどな、ちょっと乙女がなんか欲しいなっていう、あ神ゲーだ、神ゲー起きたわ。でこうしてもう一体ですね、多分もう一体が横に展開できたら、電卓パンチが決まりそうなんだけど、電卓パンチが決まりそうなんだけど、1700はまだちょっと削りきれないので弱すぎて、霊竜、あ霊竜か、これはだから霊竜は通常モンスターなんで手札あつってはだから、ですね、光の霊道の効果使いましょう。で青姫の乙女を対象に取り、乙女が対象に取られた場合のモンスター効果を発動。さあ対象に取られた場合、でっけえ手札墓地からブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚、そして
白き霊竜を墓地に送る。そして最強モンスターザ・カリクレーターを召喚。そしてスキル発動。このスキルにデュエル中に一度なんていう制限はないんだぜ。行くぞバンデットキス。懺悔の用意はできているか。あいんや切断。あ、足りた。あ、足りた。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、ヒトデマン VS マヨネーズ来た。ヒトデマン VS マヨネーズ。まあ、乙女立てとくか。乙女立てときましょうか。西岸までちょっと行くのはね、ちょっとあれですけど。これでも、やってて思ったけどさ、普通にさ、霊道型も強いよね。霊道型もなんか青姫のあの乙女とこの剣士が一気にパンパンって展開できるから、しかも乙女使ったら、あ、乙女じゃねえや、霊道使ってさ乙女立ち寄ったらさ絶対シンクロできんじゃん。だから普通に霊道型もなんか強そうだなって思ったわ、使ってて。あー、なるほど、君か。君はね、じゃあね、青姫の剣士使って剣士を変身させていこう。ブルーアイズいいな。ブルーアイズを特召喚。そして現れろザ・カリキュレーター。そしてスキル発動シフトアップ。やばすぎる。急に出会って5秒で、あ、出たエレクトンボ。うざ。出会って5秒の7200がさすがに強い。うわー、殴んないが正解くせえな、これ。殴んないが正解くせえ。殴るとなんかあのエレッキングコブラとかリクルートされてね、結構やばいこと起きそうなんですよね。エレッキリン、はあ、エレッキリン、はい、デーモンの斧、どういうことやねん。やばい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 、やばいこと起きてる。シャイニングアブゾーブ、やっべ、やっば、あ、やべえ、それはそれはやばいわ。うっそ。